リチャード・オースティン・フリーマンアネズリーの受難犯罪捜査という仕事は気持ちの悪いことばかり取り扱うので時々嫌になることがあるよソーンダイクがそう言ったのは私たち二人が座って弁護士メイフィールドの来訪を待っている時のことだったそうだね。 法医学に関係したことにはちょっと気味の悪いこともあるがそれが僕らの仕事なんだから嫌だなんて言わずにぶつかることだよ私は言った哲学的な結論だねさすがジャービス君だけのことはある法律と医学が一つにつながるのは人身に対する暴行の場合に限られているのだから法医学者はどうしてもそんな種類の犯罪を手がけねばならぬ 嫌なことだけれど君の言う通りそれにぶつかるんだねでもブランドの事件には法医学の問題はないようだ女が殺されたのは明らかな事実でただ犯人がわからないだけなんだしかもその犯人もほとんど分かっているようなものなんだそれはそうだソーンダイクは言ったしかし 弁護士の話をを聞いた上上で判断してて遅くくはなかろう階段を上がってくる音がする。音す私は立って来訪者のためにドアを開け部屋に入る彼を珍しげに見たメイフィールドはまだ若い弁護士でごく丁寧で神経質らしいその物腰を見てもまだあまり弁護士の仕事に慣れていないことは分かった彼は 逸音大工が進めた安楽椅子に腰を下ろすとお邪魔に上がるのが遅くなってしまいました検視尋問のためにも警察の取り調べのためにももっと早くお伺いするとよかったのですがあなたが弁護をお引き受けになったのでしたね逸音大工は言ったそうなんです弁護士は苦笑した やむなく引き受けたものの言うべきことがないので困っているのですですから無罪とだけ言っておいてこれから材料を探すつもりなんですでも困りましたよまったく絶望的な事件のように思われますのでねあなたはどうお考えです私は新聞に出たことしか知らないんですよあれだけでは絶望的とも考えられますがまあ そうう。早まったもものででないでしょうとにかくあなたから詳しい話を聞かせてもらいましょうその上で私がもっと知りたいと思うことがあったら聞きますよ承知しましたと弁護士メイフィールドは言うまず5月18日ごろルーシー・メイ夫人が行方不明になったのです 当時夫人は夫と別居してウィンブルドンの家具付きの部屋を借りて暮らしていたのですが18日の昼食後晩にならないと帰らないと言って外出したのですそしてその日の午後3時ごろ夫人がウィンブルドン駅の下りのホームに立っているのをある知人が見たそれからまたその日のことかどうか分かりませんが多分その日と思われる午後6時過ぎ ローー・ディットンの郵便局で夫人が切手を買ったらしいのです局長の崔君は夫人の顔を知っているので6時過ぎに切手を買いに来たのは覚えているがそれが果たして18日だったかどうかはわからんというのですとにかく夫人はその日晩になっても下宿に帰らなかったそしてそれっきりになったのです それで下宿ののは彼女の夫に知らせ、夫が警察に知らせたという順序なんですが警察が心当たりを探しても手応えはなかった全然手応えがなかったのです夫人が死体となって発見されたのはそれから4ヶ月経った9月16日のことでしたその日数人の甲府がローワー・ディットンの郊外の川沿いのカ唐松荘という 古い小さい家の電線を調べに行ったのですその家は空き家になっていたのですが最近ひどく電気を食い出したので漏電しているのではないかという疑いで調べに行ったわけなのですところが本線を調べるため食堂の床板を1枚剥がしてみたらそこから女の足が2本見えたので彼らは仰天して最寄りの警察へ訴え出たのです そして警察と警部補が行って残りの床板を上げてみたら床の値段と値段の間に女の死体が捨ててあったのですがそれがルーシー・ブランド夫人だったのですその死体はまだ新しくごく最近に死んだとしか思われなかっただがよく検視してみたら34か月前に死んだ死体に フォルムアルデヒードを注射して防腐してあることが分かりましたそして検視尋問の時に死因は無理にクロロフォルムを嗅がした後で窒息させたのだろうということに決まったのですそれでその家の持ち主が嫌疑を受けたんでしたねソーンダイクは言ったそうなんです持ち主はミス・フィリス・アネズリーという若い女で ごく最近まで住んでいたのですが去年の秋旅行に出ると言って家の中の大部分の家具を物置にしまい込み2つの寝室だけには家具をそのままにして台所と食堂はいつでも使えるようにしておきましたそして旅行中時々帰って1日か2日泊まったのですが泊まるときには1人の時もあれば女中を連れていたこともあるそうです ミス・アレズリーと殺された女はどんな関係だったのですミス・アネズリーは、数年前からブランドの夫婦と親密だったのですことに夫のレナド・ブランドと親密でしたが2人の間に不義な関係はなかったけれども夫のブランドは彼女がその家に住んでいた頃よく遊びに来ては2人でその家のボートに乗って川へ行ったりした ブランド夫人も時々は遊びに来ましたこれも仲は良かったのです無論夫人は夫が姉ズリーを愛していることは知っていましたけれども激しい嫉妬を感じるようなことはなかったのです夫婦の間はどうだったのでしょうソーンダイクは聞いたそれがちょっと妙なんです二人は気が合わないので 別々のの道を歩いていてたのです。と言って仲が悪かったかというとそうでもないブランドは妻のことには金を惜しまなかった惜しまなかったばかりでなく貯金までしてやったそれについて私が感心したこんな話があるのです夫の昔からの友人にロスアンゼルスの映画会社で働いていたウィックスというのがあったのですがこの男が帰ってきて ブランドと二人でいくつか映画劇場を作ろうと言い出したつまりブランドが資金を出しウィックスが技術的な知識を提供して劇場の支配人になろうというのですブランドはすぐにそれに賛成して利得の3分の2を彼が取り3分の1をウィックスが取りもしブランドが死んだら婦人が3分の2を取るということになった そんならウィックスが死んだ場合はどうなるんですウィックスはある映画女優と婚約はしているがまだ結婚していないのですだから彼が死んだ配当は全部ブランドのものになるその代わりブランドが自分の妻の後で死んだら配当が全部ウィックスのところへ行くというのですブランドはなかなか抜け目がないですな 私が言った。そうですとも弁護士メイフィールドは言ったこれは彼に都合のいい契約ですでも出資者だから無理もないのですただ私が感心したのは自分の妻の利益を考えている点なんですこれを見ても彼が妻を嫌がっていなかったことは分かりましょうそれが事実とすれば そこに殺人動機がなかったことは認めなければなりませんね離婚の話なんかはなかったのでしょうねソーンダイクは聞いたそんな話はなかったはずですどちらの方からもそんな話は持ち出す理由がないでもブランドが自由の身だったらそれは無論アネズリーと結婚するでしょうそれはみんなの認めていることなんです 二人がいし合っていることは事実なんです,からするとそれがしっかりした殺人動機のように思われますが私は言ったそう思われるかもしれませんがしかし私は以前から彼らを知っていてどちらも相当の人物と見ているせいかあの人たちがそんな血生臭い罪を犯すとは思わんですその問題は後にして先を続けましょう 女の死体がカラマツ荘から出てきて間もなく警察はロワー・ディットンにかなり前から妙な噂が広まっていることを知ったのですそれはブロディースタントンの2人の労働者がカラマツ荘の床に死体を埋めているのを実際に見たというのですこの噂を聞いた警察はすぐ2人の労働者を呼び寄せて1人ずつ別々に取り調べたのですが 二人の言うことは一致ししていました。それはこうなのです。5月中頃のある日どちらも何日だったか正確に覚えていないのですが夜の9時か10時頃唐松荘の辺りの小道を歩いていたらそこの門から出てきた1人の男が呼び止めて「おいこの家じゃ変なことをやっているぜ」というのです。 なんだいとブロディが聞き返しました「今俺は窓のシャッターの隙間から見たんだがなんだか床の下に隠しているんだ嘘だと思うならこっちへ来てみろ」そこで2人の労働者はその男の後ろについて庭を通って家の裏手に回りましたその男は、 誓いの窓のシャッターの2つの穴を指さしてここからのぞいてみろと言います2人がぴったり穴に顔をすりつけて中をのぞいてみたらアーチ型に大きくくくりぬいた壁を隔てて2つの部屋があってその第2の部屋すなわちアーチの向こうの部屋に1人の男と1人の女の姿が見えるのです 二人とも四つん這いになっててかがんで、ででのななししいいるみたいな格好でした。まもなくペンキ屋のような白いブラウスを着た男の方が体を起こし床板を剥がしてそばの壁にたてかけまたしゃがんでそばの床の上にあった大きな包みのようなものちょっと敷物を巻いたように見えるものそんなものの方に手を伸ばしかけました。 ところがちょうどその時シャッターの穴のすぐ前に部屋の中の第3の人間が現れたらしく視界を遮られてしまったそしてしばらくしてその人間が立ち退いて向こうが見えだした時には男はしゃがんで床の上の包みを見女はアーチのそばに立って手にペンチを持っていましたその女は水玉模様のエプロンをかけ 水平のような白いカラーをしていましたが二人の労働者が二人ともそれがミス・アネズリーだったというのですそれでは顔を知っていたんですかソーンライクは聞いたそうなんです二人とも土地の男なんです田舎のことですから誰でもミス・アネズリーやブランドの顔を知っているんです 二人の労働者はアーチのそばに立つ女をはっきりと見たのですが二人ともそれがミス・アネズリーであることに間違いないと言っていますそれから30秒ほど経つとまた第三の人物が穴の前を動いて視界を遮ってしまいました次にその人物が穴の前を立ちのいて向こうが見え出すと女はまた向こうの部屋へ帰ってしゃがんで下を見 男は壁に立てかけた板を取って床にはめ込みましたそのあとは第三の人物がしょっちゅう穴の前を動き回るので時々ちらっと部屋が見えるだけではっきりとはわからないのですが男は金槌ちで床にくぎを打ちつけその音もかすかながら外まで響いてきたまたある時は ここれはほととんど仕事がが、終わった時のことですが男がアーチのところまで歩いてきて手に持っている何かを見たそれが何であるかはわからないがとにかくその時男がブランドであることが分かったするとまた視界が遮られたそしてその次に見えだした時にはブランドはミス・アネズリーと共に向こうの部屋に立って床を見下ろし そ男と女は仕事を終わった様子でいつ外に出てくるか分からなかったのでそこまで見た2人の労働者は逃げるように穴のそばを抜いて外に出たというのです外に出て小道を歩きながら2人は今見た不思議な光景の意味を話し合ったのですが男と女が果たして何をしていたのか それは2人とともははっっきりかからなかった。二人を案内した男は「たぶんあの女は旅行に出ている留守中誰かに盗まれるかもしれないと思って大切な銀食器のようなものを床下に隠したんだろうだからあそこの床を剥がせば金がもうかる」なと言いましただがブロディもスタントも正直者だったのでその説には賛成しませんでした 他人人ののことととにには立ち入らぬがいいと思ったので、もも誰しかししゃべらぬとは約束したもののその噂がいつの間にか広まったところを見るとある程度はしゃべったのでしょうことに死体が出てきてからはその噂は一層やかましくなってついに警察の耳にまで達したのです2人の労働者を案内した男は 証言しなかったのですかソーンライクは聞いたどこの男かわからないのですよそから流れてきて一時農家で働いていた労働者らしいのですとにかくこの男はその後見つからないまるで雲をつかむような話なんですよ被告の人柄はよくわかっていますしかしいくら人柄はわかっていてもちゃんとした動機があるんだし その上現場を見た証人が2人もいるのですからどうにもならないどうですソーンダ大工さん被告側に立って調べてくださいますかちょっと骨の折れる仕事には違いありませんがよく考えてみましょうそして準備のために調べてみたいんですが何かこの事件の参考資料になるような書いたものがあったら見せてください 警察や検視尋問の長書がありますから置いて帰りましょう引き受けてくださるかどうかはっきりしたお返事はいつお伺いできます遅くともあさってまでには決めます若い弁護士はカバンから一束の書類を出しテーブルの上に置いて挨拶すると部屋を出て行ったどうだ弁護士がいなくなくると、 たはにっなんだか不思議な話だが君のことだからただ形式的に被告側に立つのじゃなかろうしかしあれでは被告に有利な証拠をつかもうにもつかむことができない検察側はただ証人を呼んで証言させさえすれば有罪の判決を下すことができるのだ僕もそんな気がするソーンダイクは言った だから書類を調べ予備的な調査をした上でまだそんな気がするようだったらお断りするつもりだしかし外見に惑わされてはならない彼は書類と手帳をテーブルに広げた手帳にはすでに弁護士の話の要所要所を書き込んであった2つを見比べながら彼は余念なくそれを読みふけりところどころ手帳に覚え書きした それが済むと書類を私に渡し手帳をポケットに入れて時計を見た「僕はこれから12か所を訪問するところがあるから出てくるその間によくこれを読んで意味を考えておいてくれたまえ1時間もたたぬうちに帰ってくるから帰ったら君の意見を聞かせてもらおう」彼の留守の間に私は一心不乱に書類に目を通した。 彼大工の言葉のの調子にににどこか検察側の論告に不備な点があるように思われただが書類を読んだ私は「ブランドとアネズリーが有罪であることは動かせないと思った」書類に書いてあることはほとんど弁護士が話したことと同じだったが弁護士が言わなかったことでそこに書いてあることですら2人の労働者の証言を一層確実にしているにすぎなかった。 ただ形式的だけの答弁の根拠になるようなものさえないもののようだった小一時間たつとソーンダイクが戻ってきて私が長所に関する意見を述べるよりも先にこう言ったまだ早いけれど一緒に出て昼食を食べよう午後はローワー・ディットンへ家を見に行くんだ弁護士が向こうの警部補へ紹介状を書いてくれたその警部補が家の鍵を持っているんだ 家を見たって仕方がないと僕は思うんだが私は言った僕もそう思うしかしどんな場合だってまず犯罪の現場を見て証言と照らし合わせてみないことにはねそんなことをしたって何にもならんだろう。書類をよく読んでみたが被告人はもう有罪を宣告されたと同じだ弁護の余地はないよ君はそれでも希望を持っているのか 今は希望を持っていないなよ。しかし弁護を引き受けるかどうか決める前に2つ3つ調べてみたいことがある自分の目で現場を見るのが一番よくわかると思うのだいつものフリート街の料理店で簡単な食事をすると私たちはタクシーでウォータールー駅へ行きそこからさらにローワーリットン行きの汽車に乗った私はポケットに長所を入れていたので 車中それを取り出して繰り返し読みながら犯罪の行われた家へ行ったらどんな点を注意してみたらいいだろうなどと考えたというのはソーンダイクが口に出していう実地検証の目的はすこぶる曖昧なものだったが彼のいつもの癖をよく知る私には何か彼が確固とした目的を抱いているように思われたからだっただが車中二2人はあまり話さなかった ここのの事件のことにも触れなかった。触れようにも触れることができないように私には思われたロワーア・リットンの警察では私たちを親切に迎えてくれた警部補は一目ソーンダイクを見ると下へも置かぬ態度になったがこの警部補はかねてから彼を崇拝しているもののようだったそして弁護士の紹介を読むとすぐヘルメットをかぶり鍵をポケットに入れ 私は法廷であなたの弁論を聞いたことがあるんですから紹介状など言いりませんよこれからご案内いたしますそんな言葉を聞いても孫恩大工は得意になりもせず丁寧な態度で彼の後に着いた私たちは村を抜け小道を歩いて不吉な犯罪の行われた家へ向かった警部補は途中警官らしくない打ち解けた言葉つきで話した 被告人の弁護をなさるのは時間を潰すだけだと思いますがでもまあやってごらんなさい私は以前からあの姉ズリーという女を知っているんですが私だけでなく村の者は誰でも知っているんですがあんな優しいおとなしい感じのいい女はいませんよあの女がこんな野蛮な冷酷な人殺しに関係しようとは思わなかった私にはさっぱりわからんですよ しかし、二人の男の証言が本当なら、やはり事実ということになるんですが、二人は嘘をつくような男なんですか私は聞いた。いや、二人とも真面目で正直な男です。あれが嘘なら、実に残酷な嘘ということになりますが、二人ともアネズリーをよく知っていて、好意を持っているんですから、嘘じゃないでしょう。 ブランドとアネズリーの中が公正なものでないのにみんながこの2人に好意を持っていたのですですからあの労働者たちも2人に不利な証言をしなければならなくなったことをひどく気に病んでいる様子ですこれがその家なんですがね門を開けて庭に入ると昔風の小さい家が見え誓いの窓にはシャッターを閉めてあった裏へ回るとそこに花壇と芝生があって 芝生の小道を通れば川岸へ出られるようになっているあれボート小屋ですかソーン大工はリラの茂みの上に見える小さい三角の屋根を指差したそうです警部補は答えたあそこにボートが一つ入っていますきれいにペンキを塗ったボートで二人がいつも乗り回していたのです 労働者がが、が覗いいたののはこの穴なんでですが今部屋が暗いですから何も見えませんよ。芝生に面した2つのフランス窓を見ながら私はそこに覗く2人の労働者の姿を想像したどちらの窓にも内側から掛け金をかけられるようになった観音開きのシャッターがありどのシャッターにも下から5フィートばかりのところに直径1インチよりちょっと大きいかと思われる穴が つつずいついていた私は死体を床下に隠す男女が誰か盗み見するかもしれぬこの4つの穴を塞がなかったのを不審に思った警部補に案内されて部屋に入った私はその不審の念を一層深くしたというのはその2つの窓にはちゃんとカーテンがあるのである向こうの部屋にも重いカーテンが見えた カーテンがあるのに、なぜそれを引かなかったのだそうなんですと警部補は私の質問に答えて人間というものは大事な時に大変な手ぬかりをするものです食堂のカーテンだけは引いたが肝心のこの窓のカーテンをするのを忘れていたんですからねまだ他にご覧になりたいものがありますか 死体をを隠したた場所を見たいんですが、それよより部屋の中をももっとよく見せてもらいましょうそう言いながらソーンダ大工はその2つの部屋を記憶の中に焼き込もうとでもするかのようにじろじろ見ながら歩き回ったがでもその2つの部屋にたくさんの品物が置いてあるわけではなかった2つの部屋はどちらも同じくらいの大きさで真ん中のアーチ型の仕切りには 元カーテンが取り付けてあったであろう真鍮の棒が残っていた裏の部屋すなわち労働者の立った方の部屋には家具は何もなくただカーテンがあるだけだった表の部屋は壁と床の飾りだけは取り外してあるが壁際に左右に高い電灯台のついた食器棚や同じく左右に電灯台のあるマントルピースなどがありその他壁際に 食堂用の椅子が3つと大型の畳テーブルが1つ引き寄せてあったまだ床板は釘で留めていないようですなソーンダイクは言った釘を打ってないですから死体のあった場所や電線がよく見えます伝統甲府ははじめ位置を間違えて床板を剥がしたのでそれで死体を見つけたんですよ工夫の話によると、 電線の上の床板を最近に剥がした形跡があったそうですですから犯人はそこに死体を隠すつもりで床板を剥がしたが下に電線があったのでまた位置を変えたものらしいのです警部補がかがんで釘で止めていない板を起こしてマントルピースに立てかけると床の根田や1フィートほどの下の土が見えだしたすぐ下の片方に電線が見え 片方に今は止めてあるらしいガス管が見えたブランド夫人の死体はここに投げ込んであったのです警部補は何もない隙間を指さした怖かったですよ見た時にはヒヤッとしました根太と根太の間に横向きに塞って鼻が柱にくっついているんです鬼みたいなやつらですよ姉ズリーがあんなことをするとは思わんのですが。 ずいぶん窮屈な場所ですね私は言った値段と値段の間が16インチだ尺で寸法を測りながら孫大工は言った値段の厚さは2インチ半材木が大きいともっと広くなるんだが彼は体を起こして隣の部屋の窓を見た彼の視線を追って。 左の窓の2つの穴を見た私はそれが暗い部屋をのぞく2つの目さながらだったので思わずギョッとした「もっとも今私が左の窓と言ったのは外から見ると右の窓のことなのである」そして左の窓の穴がよく見えるのに右の窓の穴が見えないのを最初不審に思ったがその理由はすぐに分かった。 片方の窓には内側のガラス戸に大きいガラスをはめてあるが片方の窓のガラスは小さく酸が太いので穴を塞ぐような形になっているのだった私はそーンナイクの考えていることが大抵想像できたので「あの時は外が暗くて部屋の中に明かりがついていたんだよ」と言った「5月の夜はそんなに暗くない。 音大工は言った。家具付きの部屋もあるんでしょ2つあります。警部補はドアを開け私たちを案内して廊下へ出て階段を上がったその寝室に入って私たちは好奇的な目で辺りを見回したが家具の少ない割合に住む人の個人的な好みの表れた贅沢な部屋で 4つの柱のある小型のベッドや軽い安楽椅子華奢な女物らしいデスクが見えたこれがブランドこちらがアネズリーです警部補はそう言って2枚の写真の入るようになったデスクの上の写真立てを指さした私は2つの写真を手に取ってみたどちらも殺人者とは思われぬ顔つきである ブランドは35ぐらいの風彩のいい中三階級のイギリス人らしいタイプの男アネズリーは考え深そうな優雅でしとやかな顔のすこぶる美しい女だったこの女は頭の高いところに髪をゆって大きな象毛のヘアピンで留めてまるで日本の女のような顔をしているじゃないか私はそう言いながら写真をソーンダイクに渡した。 しばらくそれを見ていた彼は写真を2枚とも額から取り外して裏を見たり表を見たり詳しく調べた後でまた元通り額にはめた彼がそれをデスクに置くともももううつののののの寝室室はは予備室のようななで、で別に見るべきものはないのですが。と警部補は私たちを隣の部屋に連れていった 彼の言葉どおりそこには何もないのですぐ私たちは階段を降りたちょっとこの穴から外をのぞいてみようかソーンダイクがそう言って穴からのぞきかけたらすぐ後ろを歩いていた警部補が床に足を滑らせてよろめいたお<っ>しゃがんで小さいものを拾ったこんなものが落ちてるから危ないんだこれは何です 石室でしょうか警部補はそれをソーンダイクに渡したソーンダイクはそれを見た後でこんな丸いものが落ちていると転んで骨を折ることもある気をつけることです後半の時この石室について私が聞くかもしれませんからよく覚えておいてください小道が二つに分かれたところで私たちはこの警部補と別れた 停車場へ歩きながら私は聞いた弁護士から聞いたことよりほかに別に新発見はなかったわけだ新発見といえば石室ぐらいのものだがどうして警部補にあの石室を大切にしまっておけと言ったの大切なものだろうが大切でないものだろうが見つかったものは何でもしまっておくのが僕の主義なんだしかしあれは石室じゃないよ 炭素棒の壊れたものだすると電気交付が落としたのかなこの事件の検討がついたかもう分かったよ弁護を引き受けるつもりだそうかどんな弁論をするつもり二人の労働者の証人がないとしてもアネズリーは濃厚な嫌疑の的になっているんだその上二人の証人が犯罪の現場を見ているんだから 厄介だだと思うんだがそれはそうだ僕だって容易なこととは思わんしかし僕はその2人の証言をもとにして弁護しようと思っている反対尋問の時には是非2人に来てもらわねばならん翌日1日私はこのソーンダイクの言葉の意味を考え続けたしかし事件の秘密がわからないのだから言葉の意味もわからうはずはなかった 無論2人の目撃者の証言が嘘であるということを証明し得るならアネズリーとブランドは釈放ということになろうだが彼らが嘘をついているものとは思われないどちらも正直者で嘘など言う男ではないのであるソーンダイクのその後の行動を注意して見ていてもこの事件の真相がうなずけはしなかった私たちは一緒に2人の囚人を訪ねた がブランドもアネズリーも新しい事実を提供してくれはしなかったどちらも誰でも信用してくれるようなアリバイは持っていなかった2人の目撃者の証言を反駁しうるような事実は何もなかったただ2人ともその時刻にあの家にいなかった従って床板を上げた覚えもないというだけだった だが2人の囚人はどちらも私にいい印象を与えたブリクストンであったブランドは快活な男らしい人間で目から鼻に抜けるような実業家らしいところはあったが正直で裏表のない男だったしホロウェイであったミス・アネズリーは品があってしとやかで美しくて感じの良い女だったただ私が失望したのは 写真で見たように頭の上で髪を言わないでいつの間にか髪を短く切ってしまっていたことだがソーンダイクもそれに気づいたのかその理由を尋ねたええ切りましたのと彼女は言ったこんなのは似合わないので嫌なんですけれど仕方がありませんのこの春パリで髪を洗ってもらっていましたら どうしたはずみかベンジンに火がついて大変なことになりかけたのですそれで美容院の人がすぐ濡れたタオルで頭を巻いてくれたので焼け死ぬことだけは免れましたがおかげで髪はすっかり焼けてしまいましたのですからこんな風になってしまったのですけれど初めは見ていられないほど不格好でしたイギリスへ帰ると記念に写真を撮ったのですがまるで 事前学校の生徒のように映りましたわいつイギリスへ帰ったのですソーンダイクは聞いた4月半ばですすぐパディトンの下宿へ落ち着いてそれからずっとそこに住んでいました5月18日にどこにいたか覚えていないですか下宿にいたんですけれどその日何をしたかということまでは覚えていませんの 日記でもつけていればわかるのですけれどそんなものをつけていませんので手の施しようがないと私は思った刑務所を出た私はこのしとやかで美しくて品のいい女は恐ろしい犯罪に全然関係がないと確信すると同時に雲の網のように取り巻く災難からこの女を救い出す道もないと思った 工の口からは何も聞くことができなかった何も言わずに彼は着々と調査の方を進めていった遠回りに探りを入れると彼はいつも答えたジャービス君君は庁舎も読んだし家も見たしあらゆる事実を知っているわけなのだだから反対尋問で聞くべきことをよく考えておいてもらいたい。 ただそういうだけで他には何も言わなかった彼は忙しそうだった見ている私は次第にわからなくなってきた有名な建築技師を送ってその家や周囲の平面図を作らせたポールトンを行かせてあらゆる角度からその部屋の写真を撮らせたポールトンは喜び悼んでその仕事に専念したが 私に対しては下記のように押しだまっていたいかにも自信がりげにうれしそうに仕事をしているポールトンを見ると私は頭をこずいてやりたくなるほど憎らしかった手短に言えば私はこの事件の始まりからその進展を見ていながらいよいよ裁判が始まって法廷に座るときまで何も知ることができなかったのである後半の日のことはののと 私は今でも忘れられらない。分けてもよく覚えているのはブランドと並んで座る女らしいしとやかさと気高さのゴンゲのようなアネズリーの姿で髪を短く切っているためにあらわに見えるその格好の良い首に数日の後に死刑執行人の縄が巻きつくのかと思うと私は寒々むむとした気持ちに襲われた一組の男女が入ってきたので 私の憂鬱な瞑想は破れた彼らは二人とも非国籍に目をやって二人の囚人と顔を合わせると黙って会釈し,したから事件に関係のある人に違いなかったメイフィールドさん今入ってきたのは誰ですと私は弁護士に聞いたブランドと一緒に仕事をしているウィックスです女を連れているでしょあれは言い名付けの ミス・クロップという映画女優です。私はその2人も証言するために来たのかと聞きたかったがこの時後半開始の手続きが終わって検事ジョン・ターンビル卿が立って冒頭陳述を始めた彼の弁説は爽やかで言うことに筋道が立っていて穏やかな言葉の中に骨を刺すようなものがあったまず事件の輪郭を述べたが それはメイフィールドの話と同じでそれから重要な証人の証言をかいつまんで話したさてとターンミルは最後に言った今まで話したことを要約するとこんなことになるのです9月16日ある家の床下からある女の他殺地帯が発見されたがその女はある男の妻でそしてその男はこの妻を捨て 他の女を愛して結婚しようとしその女の方でもその男と結婚する意思を持っていたのですだから一口に言えばこの殺された女はこれから結婚しようとする2人にとっては邪魔者だったのですそして死体が発見された家はこの2人のうちの1人の家でこの2人はその家の中に入ることができたが 他のものは入れなないいようになっていたのです。ですからそこに非常に疑わしい事情があると言えましょうしかしここにまだ意味深いことがあるのです被告人ブランドから捨てられようとしていたその不幸な女は5月18日に行方不明になったのですがちょうどその日の前後に 彼らがその死体を床下に隠しているのを見たという証人がいるのです。正直で信用のできる二人の証人が、その5月18日前後に、その同じ家、同じ部屋、同じ床下に、ここにいる二人の被告人が、なんだか大きなものを隠しているのを見たと言っているのです。では、 その二人の証人が見たものは何でしょうかその床を上げてみたら、不幸な女の死体より他には何者も出てこなかった。してみると二人の被告人は、その時その場所で死体を隠していたという結論になるのです。ですから、 一口に言ってこの2人の被告人が殺人を犯したと信ずべき理由は3つあります彼らは女を殺すべき動かすことのできぬ明らかな動機を持っていましたまた彼らは女を殺すべき機会を持っていたそしてまた殺した女の死体を彼らが隠しているところを実際に目撃した2人の証人があるのです ターンビル卿が座ると私は第一の証人が宣誓する前に心配げに孫大工に聞いたあれに対して君はどう弁論するつもり反対尋問の時の証人の答えに基づいて弁論するつもりだ第一の証人は死体を発見した電気工夫だったこの男は発見当時の模様を証言したが ソーン大工は反対尋問をしなかった次に警部補が発見当時の模様を一層詳細に説明したターンビル卿が座るとソーン大工が立ったので私は耳をすましたあなたはその部屋で見たり発見したものを全部話しましたか彼はそう聞いたはい、あの日のことを全部話しましたが10月2日に行った時には 隣の部屋の窓のそばで小さい炭素棒を発見しましたポケットから封筒を出しその中から石室のようなものを出してソーンダイクに渡したソーンダイクは証拠品にしてくれと言ってそれを裁判官に渡した裁判官は時々いぶかしげにソーンダイクを見ていたがそれを受け取って調べるとまたいぶかしそうに彼を見た裁判官が好奇的な目で見るのは 総音大工が弁護人として法廷に立つようなことは珍しい出来事だったからであろう次に何人かの証言が立ったが総音大工は熱心に耳を傾けるだけで反対尋問をしようとはしなかった裁判官はしきりに総音大工の顔を見る総音大工は重要な証人が立つ時尋問しようと思ってわざと控えているものらしかったやがて ジェームス・ブロディという真面目な顔の年配の労働者が発言台に立ってあまり乗り気ではないらしかったがそれでも自信がりげに自分の見た恐ろしい光景を証言したがそれは陪審員に深い印象を与えたらしかった一通りの尋問が済むとソーンダイクが立ち上がったので裁判官は興味深げに彼の顔を見たあなたはカラ層荘の中に入ったことがありますか ソーンダイクは聞いたありませんもう何年も前からあの家の前を一日に2度通っているのですがシャッターの穴からのぞいた時部屋の中は明るかったですかいや薄暗かったですですから何をしているかということが分かっただけですそれでもミス・アネズリーということがはっきり分かったのですか はじめはわからなかったです。あとでアーチのところへ来たときにわかったのです。そこは明るかったもんですから。表の部屋からミス・ワネズリーがアーチのところへ歩いてくるのが見えましたかはじめ表の部屋にいたと思ったら、誰か穴のそばへ来たらしく、急に暗くなったのです。それからその次に明るくなったときには、 はやアーチのところへ来ていたのですでもほんのちょっと見たきりでまた穴のそばへ誰か来たのです今度明るくなった時にはまた表の部屋へ帰っていました表の部屋にいる女がミス・アネズリーであることはどうして分かったのです薄暗い光でそれが分かりますかそれは服装で分かります 水玉模様のエプロンをかけて白い水平のような襟のある服を着ていましたしそれにほかに誰もいなかったのです次はブランドさんのことですがこの人が表の部屋からアーチのところへ歩いてくるのを見ましたかいやミス・アネズリーの場合と同じように時々誰かが穴のそばを通るのでよく見えなかったのです はじめ表の部屋にいるところを見次にアーチのところで見それからまた表の部屋に戻っているのを見たのです二人がアーチのそばに立っている時に二人は動いていたのですかじっとしていたのですかじっとしているように見えましたその時ミス・アネズリーはまっすぐにあなたの方を見ていましたかいやー 少しよにいいていたようでした。ではどのくらいの程度に横を向いていたかここに写真がたくさんありますからこの中から同じ程度に横を向いているものを選んでみてくださいソーンダイクから数枚の写真を受け取った証人はそれを一枚一枚見たあとでその中の一つを取り「これがよく似ています」「このとおりの姿勢で立っていました」 大工はその写真を受け取ると写真に書いてある番号を見裁判官に渡した裁判官も番号を見た後でデスクの上に置いた騒音大工は尋問を続けて表の部屋は薄暗かったと言いましたがすると電灯はついていなかったんでしょうか私に見えた電灯には明かりがついていなかったようです 伝統がいくつ見えましたそうですな天井から3つぶら下がってそれからマントルピースに2つ食器戸棚の上に1つそのどれにも明かりがついていなかったです食器戸棚には伝統が1つしかなかったのまだあったでしょうが 私のところからは戸棚の角しか見えなかったのです。マントルピースは全部見えましたかはい。両側に一つずつ電灯がたっていました。マントルピースのこちらに何か見えましたかテーブルが見えました。ねじ曲げた足のある折りたたみ式のテーブルです。でも、 アーチの端に隠れてそのテーブルは半分しか見えなかったのですミス・アレズリーがはっきり見えてどんな服装をしているかということも分かったそうですがそれでは頭の髪はどんなだったのです頭の高いところに束ねてそれに櫛を1本刺していました証人のこの言葉を聞くと私はほっとした でもそれだけで安心するのはまだ早いと思ったソーンダイクは確信を持って尋問しているらしかったちらっと被告席に目をやると彼らも顔を明るくしていたあなたは部屋の中に床板を上げた穴のようなものができていたと言いましたがその穴は食器戸棚に近かったですかマントルピースに近かったですかどっちかというと。 マントロピーツに近かったです騒音大工が座ると証人も発言台から退いた裁判官も検事も意外なような顔でノートを調べていた次に発言台に立ったのはアルバート・スタントンだったがこの証人の陳述は前の証人の言葉を繰り返したものに過ぎなかった反対尋問になると前の証人に聞いたと同じ質問をしたが それに対する答えも同じだった女の立った姿勢として選んだ写真の番号も前の証人と同じだったまた城内に明かりが漂ったほんのかすかな明かりではあったがこのスタントンは検事側の最後の証人だったのでターンビルがこの証人の再尋問をすると検事の論告は事実上終わったようなものだった。 それが済むとソーンダイクが立ち上がって被告人側の証人建築家協会の会員ストークス氏を呼んだ彼はローワー・リットンのカラマツ層へ行って1フィートを半インチに縮めた平面図を作ったと言ってその平面図やそれを複写した石板釣りの図をたくさん出したソーンダイクは原図を証拠品にしてくれと言って裁判官に渡し複写の方を陪審員に渡した 次の証人はケンシントンの写真やバートンでミス・アネズリーの写真を私は何枚も撮った最後に撮ったのは4月23日だったと言って日付を書いた何枚かの写真を出し写真に書いてある日付に間違いはないと言った裁判官はそれを受け取って一枚一枚目を通したが最後の一枚すなわち髪を短く切ったのを見ると 驚いたた。ような顔ををして自分のノートを調べた写真屋の次に発言台に立ったのはソーン大イの実験室の助手のポールトンで彼はニヤニヤ笑いながら裁判官や陪審席を見渡した後で宣誓し自分は10月15日にロワー,ー・ディットンのカラマツ荘へ行って開花の写真を3つ撮ったと述べた。第1の写真は、 図面のののの A と記してある窓の右の穴から取っったものだった。もだ第2はその左側の穴から取ったものそして第3は部屋の中の2つの窓と窓との中間どちらかといえば B と記してある窓に近い壁際から取ったものだった3枚の写真にはどれも詳しい説明が書いてあったポールトンはまたブロディとスタントンが言った通りの服装をした 二人のの被告の複合写真も撮っていた。体はミス・ウィニフレッド・ブレイクと直線弁護士ロバート・エンスティー氏でその胴体の上に2人の被告の顔をつないだ写真も持っていたポールトンはそんな写真の製法を説明したが彼がそんな写真を作った目的は写真の顔だけ変えるのはたやすいことだという事実を説明するためだった彼は アネズリーの寝室に飾ってあった2人別々の2枚の写真も裁判官に渡したポールトンの証言はそれだけだった次にソーンダイクは被告ブランドを発言台に立たせたがブランドは宣誓して自分は無罪だと述べた後、ソーンダイクの質問に答えて2つの映画館から上がる収入は年6000ポンド以上だと言ったあなたの死後 それは誰の収入になるのです家内が生きていれば無論それは家内のところへ行きますがご覧の通り死にましたから共同経営者のウィックスのものとなりますミス・アネズリーがフランスへ行っていた間ローア・リットンの家は誰が管理していたのですか鍵は私が預かりましたから私が管理していたようなものです鍵を手放したことがありますか 一度だけあります。共同経営者のウィックスが一日あそこのボートを借りたい昼食もあそこで食べたいと言ったので鍵を貸してやったのですがその鍵は翌日私に返しました簡単な反対尋問の後でブランドは被告席へ帰った彼の次に発言台へ立ったのはミス・アネズリーだった彼女は宣誓して自分は無罪であると言った後で 犯罪の行われた頃の彼女のフランスとロンドンにおける行動を述べた。それから質問に答えて、頭の髪を焼いた理由も説明した。髪を焼いた日を覚えていますかソーン大工は聞いた。3月30日でした。髪が伸びるまでにどのくらいかかるかそれを知りたかったので、焼けた時の火をかいておいたのです。ソーン大工が座ると検事が立って、 色々突っ込んだ反対尋問をしたが彼女の今述べた証言を揺るがすことはできなかった反対尋問が終わってアネズリーが被告席に帰るとソー・騒音大ン・が弁護のために立ち上がった私は時間を節約するため今までの証言をいちいち検討したりそれからまた犯罪動機について述べることは差し控えます被告人が有罪であるか無罪であるか それはブロディ並びにスタントンの二人の証言が正確であるか正確でないかによって決まるわけですから私はその証言の正確さを調べてみようと思います皆さんもお気づきだったでしょうがこの二人の証人の言葉には大変な不合理な点があるその第一は二人が同じものを見ていることです二人は同じ角度から同じものを見ている ところがこれは物理学上不可能なことでありまして実際は2人の覗いた穴は2フィート6インチも離れているのでありますまだ不合理なことがあるそれは2人とも実際には見えないものをはっきり見たと言ったりまた全部見えているものを端の方しか見えなかったと言っていることです例えば2人の証人は2人とも 両端に伝統のつくようになったマントルピースが全部とそのこちらのねじ曲がった足のあるテーブルが少し見え左手の食器戸棚は端の方しか見えなかったと言っていますがしかし今の建築技師の作った図面に物差しを当てて測ってみるとマントルピースもテーブルも見えるはずがないそんなもののある方の壁は全部アーチの出っ張りに隠されてしまうべきものなのです そしてまたブロディは食台が両側にある食器と棚の全部スタントンは食器と棚の一番こっちの端を除く全部を見ているはずなのですところが今仮に C 点を中心としてそこからアーチの両側に当てて線を引っ張ってみると今二人の証人が述べたと同じものがその線の中に入るのです 今皆さんに鉛筆で線を引っ張った図をご覧に入れますがその図を見てもお分かりにならん方のためにポールトンに写真を撮らせておきました第1の写真はブロディが覗いた穴から写したものですがこれには図面に線を引いた通りのものが写っています第2の写真はスタントンの穴から写したものですそして第3の写真は C 点から写したのですがこれには 二人の証人が述べたと同じものが映っていてそしてそれは二人が覗いた穴からは決して見えないものなのですではどうして証人の言うことにこんな途方もない食い違いができたんでしょう二人の証人が嘘を言っていると思うものはない私もそうは思いません二人の証人はどちらも大変正直な方たちですそれにもかかわらず 物理学的に見えるはずがないものを見たと言っているではどうしてこんな驚くべき食い違いができたのであるかそこまで言って彼が言葉を切ると裁判長は息が詰まるような沈黙の中でじっと期待に満ちた顔で彼を見つめ陪審員その他の者も,も同じように彼を見つめたさて皆さん彼は続ける この食い違いを解くには一つの解釈しかなく、そしてこの解釈を当てはめて考えてみると、今までのあらゆる矛盾、あらゆる不合理が頷けるのです。この二人の証人は窓の穴からアーチの向こうの部屋を見たように思っているのですが、もしアーチのそばにスクリーンを張って、それに映った映画を見たのだと解釈すれば、 すべての不合理が一時に消えて何もかもうなずけるようになるのです。例えば、二人は違った穴から覗いたのですから、多少見えるものの視野が違っていなければならぬのに同じものを見ているのですが、これも映画だとすれば当然なことです。また、二人は A の穴から覗きながら C から見えるものを見ていますが、これも C から映した映画を見ているのだと解釈すれば当然なことで、スクリーンに映った映画というものは、どの角度から見ても同じようなものが見えるものなのです。スクリーンに映った映像でなければ、そんな不合理なことが起こりうるはずがない。そう言うと皆さんは、いくら二人の証人だって、映画だったらそれに気づくはずだと言われるかもしれません。ところが、 もし両方の目で見たのならそれは薄暗い光線で見てもあるいは映画と実物の区別がついたかもしれませんが2人の証人は2人とも穴が小さいので片方の目だけで見ているのです立体的な物体と平面的な絵とを区別するにはどうしても両目が必要です片方の目だけではその区別がつかないだから片目の人は製図がうまい 片目の人は最初から周囲のものを平面として見るが、両目の人は立体として見たものを平面に直さなければならぬ。同じ理由で、私たちが片目を閉じて絵を見れば、その絵の額縁や周囲の立体的なものが平面に見えるので、絵の中のものが立体感を持って迫ってくる。だから、それに色でもついていたら、もう本物と少しも違わないのです。 これが映画だと分かれば、その他の阻語する点もうなずける。5月18日に、アネズリーは髪をゆっていたと証人は言っていますが、実はその頃のアネズリーは、髪を短く切っていたのです。あなた方は今、証人の証言を聞き、また、4月23日に写した男のように髪を短く切った写真をご覧になったことと思います。 もし証人が見たのが、髪を伸ばしていた一年も前のアネズリーの写真だと解釈すれば、この不合理はすぐに解けるのです。この過程で考えると、すべてがぴったりと符合します。アネズリーと分かった時のその女の顔の向きは、写真と同じだったと証人は言いました。その写真というのはアネズリーの寝室に飾ってあったもので、 家に入った者は誰でもそれを利用できたのですそしてその時の彼女はじっと立ったまま動かなかったのですただ出し抜けにアーチのそばに立っているのが見えただけでそこへ歩いてきたりまた元の部屋へ歩いて帰るところは見えなかった証人は時々穴の前を誰かが動くように目先が暗くなったり明るくなったりしたと言いましたが 映画と考えればその理由はうなずけましょうそれからまた部屋は薄暗かったがアーチのところは明るかったと言っていますがこれも理由のあることで部屋で動いている時には人物の顔を見せたくなかったがアーチのところでは顔を見せる必要があったので明るくしたのです次に服装の問題ですが女は 水玉模様の服に水平のような大きな白い襟をつけ男はペンキ屋のようなブラウスを着ていたそうですがこれにも理由があるのですこれはどちらも目につきやすい服装ですどうしてこんな服装をさせたかといえば部屋の向こうで動いていた人物とアーチで顔を見せる時の人物が同一人物だということを知らせるためだったのです顔だけ取り替えることができることは すでにポールトンがこの写真で実験してご覧に入れた通りです次は部屋の照明です皆さんはあそこにどんな照明がしてあったと思いますか電灯は一つもついていなかったのですその代わり C 点にアーク灯に使う炭素棒が落ちていましたから C 点から撮影もし映写もしたものと考えられるのです その当時電気のメーターが上がったのはアーク灯を使っていたためなのですそれからまた証人の言う床の罠は少し実際とは位置が違っていますあそこにはガスや電気の線があるのであんな場所に死体を隠すはずはないその位置は図面に印をつけておきましたではなぜあんな場所を選んだんでしょう理由は簡単ですあの映画は 殺人が行われるよりも前に撮ったのです。ことによると、映したのも実際の殺人よりも前だったかもしれない。犯人はそこに死体を埋めるつもりだったが、実際に床を外してみたら、電線やガス管が出てきたので、その時になって初めて位置を変えたのです。最後に、第三の見物人。すなわち、 毎晩同じ時刻にあの家の前を通る二人の証人を呼び止めて、あの窓の穴を見せた機械な人物は今どうしているでしょうこの男は誰でしょうどこにいるのでしょう何という名の男でしょうその男が今、この法廷に傍聴人として座っていて、自分が陥れた二人の被告のための弁護、 私のこの弁論を平気で聞いているとは言えないでしょうか。ところが皆さん、事実はその通りなのです。そしてそれ以上のことは、私の口からは申し上げられないのです。そう言って彼が口をつぐむと、場内が不思議な沈黙に包まれ、傍聴人は密かに辺りを見回し、陪審員はじろじろと裁判官を見、 裁判官もノートから顔を起こして探るような目つきで傍聴人の方を見たふと私の視線はウィックスとその許嫁の女に落ちた男は真っ青になった顔から滴る汗を拭き女は両手で顔を覆って寒気に襲われたようにブルブル震えているこの二人に視線を向けたのは私一人ではなかった 傍聴人、定理、陪審員、検事、弁護人、裁判官、皆恐れおののくこの二人に目を向け、法廷そのものが二人に目を注いでいる感じだった。それでいて法廷は墓場のような深い沈黙に包まれていた。それは劇的な瞬間だった。空気に電気がみなぎって、 人々が息を殺しているように思われたそしてそかで無感覚な顔のソーンダイクは運命と正義の化身のように厳然と立ったまましばらくは身動きもせずものも言わず一同が落ち着くのを待っているもののようだったしばらくするとまた言葉を続けた「最後に私は」 この犯罪の動機について一言申し上げます。白式な検事は、被告人の犯罪動機は、結婚の邪魔者を取り除くためだったと言われましたが、実は、ルーシー・ブランドを亡き者にする、もっと強い、もっと決定的な動機を持つ人間がいるのです。皆さんもお聞きになったと思いますが、ブランドの妻が先に死に、ブランドが後で死んだ場合には、 その共同経営者のウィックスは、年6000ポンドの収入にありつける。ところが、そのルーシーブランドは、すでに亡き者となりました。その次に、被告人ブランドが死刑になれば、完全にその条件は満たされて、全部の財産が、ウィックスのものとなるのです。それは犯罪の動機ですが、 技術的に考えてみてもウィックスは映画の専門家で映写機の取り扱いにも慣れておりまたロワーア・ディットンの家を借りたこともありかつまたその婚約者は映画女優なのです結論として私はブロディ並びにスタントンの証言は彼らが映画を見ていた証拠であってその他の証言も皆その事実を証明しているということを申し上げます そしてその映画を見せたのは、被告に罪を負わせるのが目的でした。この陰謀には犯人があるに違いなく、そしてその犯人こそ、ルーシー・ブランドを殺した犯人なのです。私はそうであることを間違いないと思うのですが、二人の被告人は何の罪も犯していないのですから、当然、無罪の判決を下すべきものだと思います。 ソーンダイクが着席するとかすかなざわめきが聞こえたがまだ場内の目はウィックスとその連れの女に注がれていたやがて二人は立ち上がって不確かな足取りでドアの方へ出ようとしただが不意にそのドアから制服の巡査を連れたミラー警視が現れ彼らの前に立ちふさがって頭を横に振った命令を受けているのか受けていないのかとにかく彼らは 二人が法廷を出るのを拒んだのだ急に格闘が始まって甲高い叫び声ピストルが響いてガラスの壊れる音がした次の瞬間男はミラーに手首をつかまれて壁に押しつけられ女は悲鳴を上げながら巡査を振り離そうとしているのを私は見た彼らが二人とも連れ去られるとすぐに後半が続けられ 検事の答えは簡単で正規を書き事実上起訴を放棄したも同様だった裁判長の口から漏れる言葉は総音大工の弁論を要約したものにすぎず次第にその論旨を被告人釈放の方へ持って行ったでもその必要はなかった先ほどから成り行きを見ていた陪審員が無罪の評決を下してしまったのである 場内のの称賛の声が静まって、裁判長が被告人に向かっておめでとうと言うとブランドとアネズリーは被告席を離れ目を潤ませて微笑しソーン大工の手を握りしめて感謝した実に素晴らしい弁論でしたね分かってしまえば何でもないことのように思われるけれどメイフィールドはそう言って そっと目をふいた。